ちは、早川洋平です。石平恋と仕事と社会の Q&A、 今日は第84回を公開収録でお届けします。皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、4回にわたって続けてきたこの公開収録ですけど、皆さん公開収録でも、スタジオでの収録もテレビの収録でも全然気持ち的に関係なさそうですね。そうですね、もうどこに行っても何か無理に作ることができなくなってしまったので、なんとなく行ってなんとなくいい感じでこなしてくるっていうのは何か癖になりましたね。最初今振り返るとそのデビュー20年前、いやでも初めてテレビのワイドショーのコメンテーターで生で出た時には緊張しましたよ。例えば今その映像を見たとしたらやっぱ明らかに違いますか？違います。それに喋りながら必死で考えてる感じが伝わるので、そうやって見てる人にも多分伝わりますね。伝わったと思います。ビフォーアフターすれば、はい、いやもうね、本当に今も冷や汗をかくんですけど、はい、ブロードキャスターっていう番組あったじゃないですか、はい、金曜日の夜かな、はい、土曜日の夜か、はい、TBS でやってたやつなんですけど、その番組に出た時にオシム監督が、はい、脳出血で倒れたんですよ。倒れましたね。で人見さんに振られて、いやオシム監督、まあいろいろありましたけど、これだけ本当に愛するものに出会えたんだからいい人生でしたよねって、死んでしまったようなコメントで終えちゃったんです。そしたら人見さんが急に慌て出して、いやいや元気になっていただきたいですねって言った時に、ああやっちゃったって思いましたね。確かにそうか。いやもう衝撃でした。お悔やみの言葉を言ってしまった。生放送ですもんね。ちょうどあれ2007年ぐらいですよね。そうですね、懐かしいですね。皆さんでもそんなことがあったわけですね。あります。はい、はい、まあ、そんな井田さんだと今はもう余裕ということですね、これね。いやそんなことないですよ。これ録音ですね。なんかね、やっぱりやらかしますよね時々。でもそれもいいかな。気にしてないですよね。そうです、そうです。本当にテレビは収録が終わった瞬間に忘れればいいんですよね、うんうん、はい、あんまり気にされてないのかなと思いつつ、今日は84回、こんなご質問をいただいています。46歳女性の方からです。こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。長男は今小学1年生なのですが、学校の図書の授業がきっかけで本をたくさん読むようになりました。連日図書館に通いながら現在の読書数600冊。いいね、すごいですね、うん、でもどちらかというとクラスで読書量がナンバーワンの女の子に対抗して読んでいる感じで、本の内容が頭に入っているのかと考えると疑問です、うん、読んでいるところを見ていても速読と思うほどパラパラ読んでいて、これでいいのかなと思ってしまいます。石田さんは子供の頃からかなりの読書をされていると色々な記事で読みましたが、皆さんの読書のペースやどんな本を読んでいたか教えていただけます。専科ということです。はい、了解です。一つだけ言っておきたいのは、友達と競うのでも全然いいんですよね、うん、パラパラでも全く構わないです。なので本当に羨ましいぐらい、その読書の習慣が身についたっていうことだけで生きる上でのすごいアドバンテージになっているんで、温かい目で見守ってやってほしいですね、うん、それと言っときますけど、一冊本を読んだとか、まあ何十冊でもいいんですけど、それで何か身についたみたいな貧乏くさいことを言ってはいけません。本ってそういうふうなものではないので、頭に入ってるとか身についたみたいなことで判断しちゃダメなんだよね、うん。逆に言うとこの本読んで一冊読むと変わるみたいな本はまた逆に怪しい、世の中の本屋さんってこれを一冊読むと人生が変わるとか、この一冊で1億円稼げるみたいなクズ本がいっぱいあるじゃないですか。火をつけてしまう。あの手のものに関しては本当に著者も本もクズなので絶対に触ってはいけません。もうね、本当にやめた方がいいよ。でもそうじゃなくて、ただ面白いねとかいうもの、そういうのをずっと読み続けているうちに気がついたら、言葉の力だったりコミュニケーション能力だったり、その世界の在り方みたいなものが、なんとなく頭に入るっていうのが本の一番いいところなんですよね。なのでね、小学校1年生で600冊って言ったら、すごいです。もう本当に1冊10円とか100円とかお立ちにあげたいね、この子に。確かに、うん、でも井田さんご自身も振り返ってですけど、はい、ね、やっぱりもちろんね、大人になってからでも全然いいと思うんですけど、はい、本当に小さい時にこういう経験した方がなんかたくさんというか、だから本親しめる、はい、読めるようになるっていうのはあると思います、小さい時の方が、はい、あります、あります。それはね、何よりもその時自分が関心を持って面白いと思っているものを読むことなんですよね、うん、なのでもしポケモンが面白いんであればポケモンの本ずっと読んでていいですよ、うん、正直そんな好きじゃありませんけど、解決ぞろりとかでも構わないです。ジブリのアニメ本でもいいし、
ともかく子供のうち一番大事なのは数をこなすことなんですよね、うん、なので、とりあえず数をこなしてその本とか言葉の世界に溺れてほしいんですよね一回、うん、そうするとあの自力が身につくので、うん、誰か言ってましたね、なんかあのオリンピックの水泳選手が、ある夏練習をしていて泳いでいてプールの中で自分があのプールの中でですよ汗をかいているのがちゃんと分かったんですって。でその時にあ俺もっと早く泳げるようになるって気がついたって言ってましたから、うん、水の中でさえ汗をかいているのが分かるぐらい、すごい。だからこれもそうなんですよね、本の中で、一度本当に溺れてしまって自分と本の世界がこう区別がつかなくなるぐらいになっていくと、本当の力がつくと思いますね、うん、じゃあやっぱり圧倒的な量っていうのは決して無駄にならないし、はい、それは創作でも、まあ、読書でもそうなんですけれど、やっぱり量は質を担保すると思いますね、うん、なのでともかく数をこなせば絶対に良くなるはずです、うん、実はさっきね控え室もさっき冒頭お話したように、オンラインサロンのショートコンテストの、うん、たくさん応募が来たんで、イラさんがまだ読み合ってなくて読んでましたけど、それ見ててもそうですけど、いわゆる、まあ、速読っていう言葉嫌いでしょうけど、はい、でも早いっすよね。それもだからこの彼のようになんかもうそういうふうにずっとたくさん読んできたから読むスピードすごい速いと思うんですけど、そうですね、ただ読むスピードは本当に3段階4段階ぐらいのメモリーをこう切れるようになるので、なんて言うんでしょうね、例えば僕今東京大空襲の話を書いていますけれど、歴史もの資料だったらここに20冊ぐらい積んであっても 2,3 時間でクリアできますね、必要なところだけ抜け出せるので。ただ普段の小説はそんな風にしたらもったいないじゃないですか、うん、なのでそういう時はもう本当にゆっくりゆっくり読むっていう、なのでそういうのがこの子なんかできるようになるんじゃないかな、すぐに。そうですね、うん、なんかこう僕今37なんですけど、伊田、はい、さんとこういうお仕事させていただきながら本好きなんですけど、うん、やっぱりなんか小さい時そういう瞬間なかったから、うん、読むのなんかやっぱりなかなか大変で、うん、この彼見るとやっぱりそれはちょっと分かる、そうですね、いいなってすごい感じますね。そうだから読者も散歩なんかと一緒で習慣なんだよね、うん、だから本当にいい習慣が身についたんじゃないかな、うん、なのでこれを聞いているポッドキャストね、お母さん方お父さん方はともかく立派な本ではなくて子供が自分で欲しがるものを買ってあげてください。そうするといいと思います。もうこんな本がもう本当にそれこそうんこドリルでいいんですよね。それが子供が楽しいっていうんであればもう朝から晩までうんこドリルでいいので、うん、そうか。いや私事なんですけど、はい、うち今娘が小3おかな、一番の娘小3なんですけど、なんか本買ってっていうから言うと毎回怖い話のなんか漫画の本で本当にそればっかりなんですけど、そうすると僕としてはやっぱなんか文学なんとかとか、はい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 、一番いけないお父さんってことですよね。いや、そうしたら怖い話の面白い小説系のやつどうですか。小学校の冒険ものとかありますから、例えば、ほらあの人、あ出てこない名前が、山本周五郎賞をちょっと呪われた家みたいな話で撮った岸さんじゃなくて女性なんですけど、みんなわからない、出てこないねこういう時はね。なので学園スリラーものとか学園怪談ものの小説とかあるので、そういうので、漫画であればほら柳志良子さんみたいな超本格かっこいい怪談漫画みたいなのでもいいし、なんか今の話聞いてたら、はい、もうそう、とにかく読んでくれてればいいかなっていう、うん、本当にそうですね。はい。もう満足しないとダメだなっていう、うん。あ、でもそういえばつい日曜日に対談をした辻村さんの学園ものなんかもいいですよ。はい、自作自演。はいはい。うん。そうか。そう。彼女のもいいですね。そうそう。うん。じゃあちょっと参考にさせていただきますけど、はい、ちなみにそうか、伊賀さんは、はい、まあ、読書のペースだったり、まあ、例えばその小1ぐらいの時、あとどんな本読んでたんですか。いや、僕はもうその頃は鉄人28号からウルトラ Q とかウルトラマンの世界だったんですよね。なので、僕が探していたのは宇宙船と恐竜怪獣です。なのでそれを見つけたのは図書館の児童室で、50年代のアメリカ黄金時代の SF ですね、アシモフ、ベスター、ハインライン、ブラッドベリーといった海外 SF をバカみたいに読んでましたね。最初はよくわかんないけどなんか読んでた感じですか。いや、っていうか最初からよくわかりますよ。だって宇宙船で冒険に行って宇宙で怪獣と戦うんですよ。こんな面白い話ないじゃないですか。わかりやすいし、
じゃあまあね、まずやっぱり自分の好きなもの、お子さんの興味あるものから入ってってあげれば全然問題ない、うん、いや、いいと思います、うん、これ大人でもそうなので、大人で本当に本が読めないんですけどっていう人は、じゃあポルノを本当に読んでみるといいと思います。進みそうですね、自分の好きなシチュエーションの、うん、年上ものとか、うん、何ですか、ハーレムものとか読んでください。興味関心に応じて、はいはい、いいと思います。はい、さあ、この番組では皆様からのご質問を募集しております。ぜひ恋や仕事、社会に関する、疑問を寄せてくださいということで、今日は第84回を公開収録でお届けしました。皆さん、そして会場の皆様、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。Thank you.